この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間皆様と楽しい時間を共有していい夢見れるライブを目指しておりますので皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、このように にゃんこにチュールを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭に、スマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、まばたきもせず、ご視聴いただくことをおすすめしておりますよ。 そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、私の左側にいるのが、三毛猫のたまちゃん。画面に収まっておりませんが、白黒のクータくん、チャトラのマサルくん、 グレーのグーちゃん、白茶のゆりさんと、我が家には全部で5匹のかわいいちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいいちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。 で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに、Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、 我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。猫は今日もおりませんが、お付き合いよろしくお願いいたします。で、一日以降猫に関してのお話もしませんので、 これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時にジャースティースって言いますので、一緒に行っていただけると嬉しいです。では行きますよ。<laughs> せーの。ジャースティーサイ、はい、ダメ。<laughs> 逃げられた。一人ぼっちで、ジャスティース。今日もたけしは後ろにいるまんまでよ。そして LED も戻さず、この時間を迎えてしまったよって感じなので、まるで昨日のデジャブのような感じでございますよ。今日も塩、さゆ。昨日よりはちょっとは多少ましだけど、 えー、そこそこたっぷり塩が入った、えー、塩さゆでございますよ。最近はね、もっぱら急激に朝寒くなってきたもんでね、朝はやっぱりホットコーヒーかなと思ってさ、お湯沸かすわけよね。で、朝はやっぱりね、ガバガバ飲むんだけど、結局その後飲まないんでね、お湯がポットに残っててもったいないんで、だからこれは本当にさゆだと思うんだよね、沸かしたお湯を。 えっと、なんだ、ぬるくしたっていうのを、冷ました。えー、お湯なので、左右だと思います。これは、正真正銘の左右で合ってると思います。あー、塩、左右は、うまいな。えー、カニタンさん、ジャスティース、ありがとうございます。ピヨンさん、ジャスティース、ありがとうございます。 本日もお付き合いよろしくお願いいたします。今日は昨日よりもっと話のネタがないよっていう感じだよ。今日はさっきまで、えー、と動画の編集してて、えー、この時間になっちゃったよっていうね、えー、感じで LED は、えー、相変わらず元に戻ってない状態でございます。で、今日は えっと、あ、三連休の前の日なんだな。じゃあみんな今日は羽を伸ばしてる感じなのかなまあ今日は天気良かったんだっけだから、えー、いい感じなのかなちょうど暑くもなく寒くもなくっていう感じでいい夜を過ごしておられるんでしょうかね。てったばさん、今夜もジャスティスあ,ありがとうございます。 で、今日は、今日は朝はゴミ出しじゃなくって、洗濯して、洗濯して、えっ、ー、と、買い物は行ってないけど、農協には行ったのか。一応農協は覗いたけど、今日もまあ昨日と一緒かな。冬瓜と、あとさつまいもが売ってたかなっていう感じなので、 まあ今日も別に食べるものはあるんだけど、まあなんか面白いものあるかなと思って、あ、あと、あれか、あれだ、あの、春菊、春菊が売ってたな、あ、春菊売ってんなと思って、で、うち今さ、春菊植えてんだけどさ、全然大きくならないっていうのかな、なんか発芽だけは早いんだよね。最初は種まいて芽が出て、そこからちょっとね、伸びるまでが早いんだけど、そこからほぼほぼね、 うなんか成長しない感じでなのに農協の春菊はもうねお鍋にたっぷり入れられるぐらいなんかねしっかりとした春菊が出来上がってくからもう全然違うからさあれーみたいな感じでねうちの春菊どうなっちゃってるのかしらみたいな、えー、ことを思いながら何も買わずに、えー、帰ってきましたよっていう感じでございましたえー、天テンマンさん藤子さん皆様こんばんはボンソワー えー、ぴょんさん、大分の実家に来てます。じいいます。じ <laughs> いいるんだな。そうなんだよ。だからさ、まあ、もし、えっ、ー、と、ばあちゃんちに、あ、今、誰もいないからね。で、誰も住む予定の人もいないみたいで、でね、なんか、東京から疎開するみたいなことがあるとしてよ。で、もしね、そのばあちゃんちにいさせてくれるってことになったとしたらよ。 えっとさ、あの、G はまあもちろん出るんだろうけどさ、イケアヤになるとさ、ネズミネズミが出るだろうネズミの、ネズミは無理 <laughs> ネズミは対処したことないから、どうしたらいいのかわかんない。まあ猫放っとけばね、安心っていうのはあるのかもしれないけどさ、今のこの子たちはもうね、あの、 ネズミ見たことないし字ですら見失うぐらいだからさネズミえっ、ー、と大丈夫かなこの子たちみたいな <laughs> あんまり信用できないのでなだから一軒家ってえっ、ー、となんだろう詰めないかんような気がするんだけどどうなんだろうみたいな感じな じいるんだな、やっぱりな、実家にはな、実家にはじっているよな。えー、ま、どかさん、こんばんは、ボンそは。えー、消火器はあ、消火器は、団地に住んでいた時いたずらでぶちまけました。<laughs> 今覚えばててて、すげえな。よく、えっ、ー、と、怒られたのかな怒られなかったのかなまあ、怒られはしたのかもな。えー、すごいな。 てんたまさん、ぴょんさん、結構涼しくなったのにじーいるんですかね、結構涼しくなったよな。涼しくなったけど、まあ、冬ではないからねっていうところはあるよな。ぴょんさん、てんたまさん、でしょう、そう思いますよね。でも、いるの。<laughs> そう、最近じーなんかね、あの、やっぱりいい、勢いいいというか、 なんか今年そのさ G のあのなんだっけ対峙する薬とかそういう G 対策グッズの売り上げがすごい良かったらしいからだからうちだけじゃなくてなよそもみんなきょ今年は G に悩まされてたんだろうなっていう感じなんでねいるんじゃないのかねえー、ピョンさんネズミは見たことないっす ああそうなのかじゃあ別に一軒家だとネズミ出るってわけじゃないのか私は一軒家はネズミが出るからねってふうに親に言われてて、うちはとにかくほらマンション住まいだからさ、ずっとマンション住まいでさ、で一軒家はネズミが出るからさ、なんていうふうに聞かされてたんだよ親にね。だからそうなのかと思って、 で、やっぱりね、あの、一軒家にはネズミ出るっぽい感じだったんだよ。あの、知り合いとかの話とか聞いてる感じではさ。で、嫁に行った時も一軒家だったんだけど、まあね、ネズミ出たよね。<laughs> <laughs> ネズミ出たよね。ただ、そこに住んでる人たちはもともとずっとその家に住んでてで、ずっとネズミが出る生活、もうネズミだけじゃないよね。ムカデも出るし、だからネズミはなんだろう、逆にまだいいっていうのかな、ムカデに比べたら。<laughs> ムカデに比べたら。だからムカデは自分の部屋には出たことなかったんだよ。なんだろうな、2階だからなのかな。 1>, あの1階があの食卓っていうのをキッチンがあって、リビング、ダイニング、ダイニングがあるところで、そこにはね、ムカデよく出たんだよね。だけど、2階、自分たちが生活してる部屋には、ムカデは出なかったんで、私がいる間はな。私がいる間だけなんで、他の時は出たのかもしれないんだけど、あとはなんで、ヤーモリ。 ヤモリがやたらいっぱいいてびっくりする。<laughs> びっくりすんでね、おお、またいたよ、みたいな感じでびっくりする。まあヤモリはまあ可愛いからいいけど、ただびっくりするんでちょっとねっていうところ。あとやっぱりまあ自然豊かだからさ、カメムシ、カメムシいるしな。 で、なんか洗濯物を干す、外に干すと、その洗濯物にどうやらカメムシがさ、たかるみたいで、で、取り込むと、その洗濯物の中からカメムシ出てきて、で、部屋の中にね、カメムシ招き入れちゃうみたいなことがあって、なんかよく騒ぎしてた気がするけどっていう感じかな。だから寝てる時とかさ、ネズミはさ、屋根裏っていうのかななんか壁の中、 壁の中をなんかちょろちょろするらしいんだよね。私はそのネズミの足音っていうのはさ、聞き慣れてないからさ、全然認識できてなかったんだけど、なんかその自分たちが寝てる壁のところに、あのなんかね、ネズミがいるなとかって言ってから、えー、<laughs> ネズミ、ネズミと共に寝てるんですかっていうね、ええー、感じだったんで、 ああ、やっぱりな。やっぱり一軒家にはネズミって出るもんなんだなってその時思ってたんだけど、そういうもんでもないのか、えー、古い家だからとか、それかやっぱりあれか、自然豊かなところに建ってる家だとネズミ出るみたいな、そういうことなのかな。えっと、今、ゆりたんがね、可愛かったんで、ぐーちゃんと一緒にね、ここで寝てんだけどさ、ゆりたんが手がこう、こうなってた。 なんか知らないけど中途半端に空中でこうなってたのがね可愛かったのね。えー、ネズミ見たことない。えマ、ーま、さんすぐに逃げて何も言われませんでした。<laughs> 自分が犯人か知られてたのかどうなのかあまあねそういうことあるよな。 えー、まあ、ドどかさん、えー、就職の面接ですが、見送りでした。まあ、頑張ったと思います。はい、頑張りました。よくできました。えー、ピョンさん、話題ないっておっしゃってるところに、G の話題出して失礼しました。てんたまさん、一軒家は何軒か住みましたが、 一度も出たことないですね。あ,あ、そうなんだ。じゃあ、やっぱり古い家だと出るってそういうことなのかなえー、てんたまさん、まどかさん、どんまいです。えー、挑戦したことに意義があるのです。よしさん、まどかさん、それは残念でしたね。でも、諦めないで頑張り続けてください。はい、えー、っと、頑張らない。<laughs> 俺は頑張らないので、皆、えー、の週は頑張ってください。はい。で、どうしよっか。あとは何の話するあとは、今日は農協行って、で、何したんだっけあ、今日晴れてたからね。晴れてたから、一応またこのね、えー、晴れを逃したくないと思って、ソーラークッキングでね、今日は久々に米を炊いてみたかな。 米を炊いてみて、まあ大体、たい炊けるんだけど、ただあんまりやっぱりね、米は美味しくないなと思って、なんかあのね、火にかけて美味しく炊けたご飯を想像するとちょっと辛い感じになるんで、やっぱりちょっとね、ソーラークッキングで米炊くのは今後はちょっとよしとこうかなみたいな。 で、さつまいもダメだったじゃんと思うからさ。そうすると、あと何があんの <laughs> 逆にソーラークッキングで何できんのっていうのが、なんかまたわかんなくなってきたな、振り出しに戻るみたいな。なんかそんな感じだな。ゆで卵か。ゆで卵やっていけば、やっとけばいいって感じだ今、卵高いからね。 卵高級食材だからさ、ちょっとゆで卵は作れないかな、もったいなくて。<laughs> っていう感じだよな。えー、っと、まどかさん、みなさん、ありがとうございます。えー、ピヨンさん、みなのしゅう。み <laughs> なのしゅうはがんばってください。俺はがんばりません。えー、そらくがんばってけどな。<laughs> ソーラークッキング頑張ってんだけどさ、あと何だっけ、あそっか、今ね、砂糖抜き生活してからさ、だら涼しくなっちゃったんでね、朝コーヒー生活復活してみたものの、復活してみたもののな、コーヒーのお供がないんで、ただ砂糖は抜きにしてるけど、加糖加藤えー、っと、フルーツフルーツは OK っていうことにしてんだよね。 で、今、バナナもらってバナナがあるからさ、じゃあ今日は砂糖を入れないバナナのね、パンケーキ作ろうかと思ってね。で、この前はミキサー使って横着して材料を全部ミキサーに入れて回したら回んなくって失敗してな。で、ミキサーもさ、ドロドロになるからさ、洗わなきゃいけないのがめんどくさかったんだけど、で、今日はね、 さらに横着して、じゃあミキサー洗うのやだから、ミキサーは使わないで、バナナね、ちぎって潰してな、それで作ればいいかと思ったら、案外ね、上手にできたんだよね、そこはね。あ、意外とちゃんと潰れんじゃんと思って、なんか均等にまんべんなくね、あの、混ざっていい具合の生地が出来上がって、 さすが本番には弱いけど本番じゃなければ強えなって感じでねちゃんとできたのよねで今日は砂糖を入れない米粉の、えー、バナナのパンケーキ作ってでそれね朝食べて普通に普通になんか砂糖入れたのと入れないのとなんか違いありますかっていうぐらいわかんないぐらい。<laughs> 分かんないぐらい普通にパンケーキだったねっていう感じででそれを食べてでソーラークキングで米炊いたじゃんっていう感じかあともらってた、えー、っとお惣菜がまだね残ってるんでそれが気づいたら賞味期限が今日で切れててね 一応賞味期限が切れる順に、えー、食べてた気がしたけど、ああ、もうこれすらも切れてるわっていう感じのね、えー、お惣菜を置かずに、えー、ご飯を食べました。だとね、3日ぐらい前にね、苗がをね、収穫したんだよ。なんか苗ががね、9月いっぱいでね、あの収穫みたいだったんだよね。 で、10月の1日か、10月の1日になったので、で、みょうがをね、収穫したんで、そしたら意外とあったんだよね。なんか土の中に埋まっちゃってて気づかなかったんだけど、あなんか1個掘り出すと、あ、まだあるぞ、みたいな感じでね、なんか次々掘り出して、結局ね、あの、この手に、えー、両手でこうして山盛りになるくらい、 に苗が取れたんだよね。では今年はみょうが大収穫だったなっていう感じで,でそれを3回ぐらいに分けてね34回に分けて食べてたのかなだから今日は最後その残りを刻んで,で味噌汁にしてで味噌汁にそのソーラークッキングで残念だった米入れておかゆにしてね、えー、今日は食べましたよっていう感じ えー、北海道さん、藤子さん、皆さん、ジャスティース。消火器をっ使ったことのある北海道さんです。あ、そうなんだね。すげえな。えっ、ー、と、火事やらかしたんかな。えっ、ー、と、カラカラさんみたいにな。<laughs> カラカラさんみたいに、うちの中で、えっ、ー、と、いろり、いりごっこしてて、火出しちゃったのかな。えー、天玉さん、北海道さん、こんばんは。 北海道さん、天玉さん、毎度です。そう、消火器は使ったことがないんだけどさ、うちが家事、ぼやになったことがあって、まあ、この話は前にもなんかライブでしたことある気がするんだけど、まあ、ここに今来てる人たちは聞いてないかもしれないけどっていう感じだけどさ、なんか、商店好きだったわけよね、私子供の時からね。商店が好きでさ、 で日曜日夕方になるとさ、テレビ見てさ、で、商店見てたわけよね。で、うちさ、親がさ、あの、私に関心がなかったんで、まあ、いなかったわけよね。<laughs> 親、うちにいつもいなくてさ、私一人でなんかいた気がするんだよね。で、その一人でいるときにさ、えっ、ー、と、日曜か商店だからな。 テレビ見てて、で、焦点に夢中でさ、ただだん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 テレビの画面がさ、見にくくなっていくんだよね。なんか見えなくなっていくんだよ。だからおかしいなぁと思って、なんか見えにくいなぁ、見えにくいなぁって思いながらさ、一生懸命見てたわけよね。一生懸命見てたんだけど、もうね、全然見えなくなっちゃったわけ、テレビが。<laughs> <laughs> 全然テレビ見えなくなっちゃって視界が真っ白でね真っ白でさでもうなんだよ見えないじゃんと思ってパッと振り返ったら部屋中真っ白だったわけ部屋中真っ白でさでまあいもしてたんだけど子供だからさで自分がいやらかしたわけじゃないから何が起きてんだか分かんなくて。 まあもうとにかくパニックよね。あの何にも見えないんだもん。<laughs> 家ん中煙でさ、何にも見えなくて、お、何時ごりゃってなって、もうパニックでさ。でね、あの玄関出て、でもう大泣き、ギャン泣き、もう子供出て、私さ、あの泣き声がすっごいでかかったらしいんだよ。 はっとりくんの妹だったっけあの泣き声がでかくてみたいなさ、なんかそんな技持ってたじゃんか。それまさしく私なんだよね。とにかく私がギャン泣きすると、なんか遠くにいてもうちの親があの聞きつけてお、あれはうちの娘だぞっていうのでね、あの慌ててうるせえっていうので帰ってくるわけよ。<laughs> <laughs> うるせえよ、なんなんだよっていうので慌てて帰ってくるわけよね。で、帰ってきたら、もううちん中がね、あの、火事っていうのかな、ぼやになってて、私は何が何だかわかんないからさ、ね。 何が原因だかわかんないのでさ、ええー、っていう感じだったんだけどさ、さすがにその時は怒られなかったいつもほらギャン泣きするとうるせえっつんでさ、あの怒られるんだけど、その時はね、親があのトースターに、トースターにパン焼こうとしてパン入れて、で、そのまま忘れて、で、パチンコに行っちゃったらしいんだよ。 で、昔のトースターってさ、勝手に切れないのね。自分でこう切らないと切れないみたいで。だからずっと焼きっぱなしで。だからなんだろう。今だったら安全装置とかあんのかな。なんか焼きすぎだとね、ある程度のところで止まるみたいな。なんかそういう機能があるのかどうなのかわかんないんだけど。 とにかく私が子供の時だからさ、あの、そういう機能なんか全然なくて、なんか自分で止めないと止まんないトースターらしいんだよ。で、それでトーストを焼いてね、あの、パチンコに行っちゃったもんだからさ、ずっと焼き続けて、それの煙で部屋の中充満して <laughs>、充満してな。た私がね、寝っ転がってテレビ見てたわけよ。床に寝そべって、 で、焦点見てたわけよねん。だから、あの、下にいたから、多分、あの、空気が、あの、息が吸いにくいとか、そういうのがなかったんで、あの、発見が遅れてっていうのかな。<laughs> <laughs> 不幸中の幸いっていうのかなわかんないんだけど。それでどうやら無事だったっぽくてね。で、まあそんなんだったんで、さすがにその時だけは、あの、怒られなかったんだけど、怒られなかったんだけど、なんで早く言わないんだみたいなこと言われたかなで、なんで早く言わない、言わないんだって言われたところでさ、誰に言うの <laughs> 誰に言うの誰もいないんだけどみたいなねなんかそんな感じの出来事があったなっていう記憶がねすごい残っておりますよえー、こんばんは毎度天玉さんみょうがはかつおのたたきにのせて食べるのが一番好きですねあーねかつおのたたき食べたいな <laughs> カツオのたたき食べたいな。えー、北海道さん、若い頃に学校から消火器を盗んでまき散らしました。なんだ、男の子はみんなやるのか <laughs> 男の子はみんな消火器でいたずらしちゃうもんなのかね。えー、最低な青春でした。えー、ピョンさん。 ドリフがじゃんけん決闘で、えー、負けた方の顔に消火器みたいの発射してましたが、あ、それの真似をしちゃうのかな、えー、あれ消火器だったんでしょうか、えー、化粧品って、えー、書いてあったけど、あ、そうなんだ、化粧品なんだ。まあ消火器では、 ないんじゃないかなと思うんだよね。消火器ってあれ止まんないみたいじゃんか。なんか一度ね、あの開けちゃうっていうのかな。その煙っていうのを出しちゃうと。なんか途中で止めたりとかできないみたいだけどさ。ああいうなんだ、コントのやつってさ、出したい時だけ出してさ。で止めたりとかできるじゃん。だから消火器じゃないんじゃないかなと思うんだよね。 で、あとはさ、あれで火消せない気がすんだよ。消火器の方がさ、火消すぐらいだからもっと勢い強いんじゃないかなと思うんで、なんか似てはいるけどさ、なんか違うんじゃないのかなって思うんだけどね。どうなんだろうね。えー、天玉さん、北海道さん、それ犯罪じゃないですか <laughs> 盗んだんだもんな。盗んだから、それは犯罪だな。 えー、北海道さん、天玉さん、30年以上前の話なので、時効ということで、てかさ、あのー、消火器って結構重いよね。消火器重いけど、まあ若い頃だから、大人になって30年前ってことはもうすでに大人だね。<laughs> 大人になってから学校から消火器盗んできて、ま、えー、き散らしちゃうんだな。 そりゃあ最低な青春だな。えー、っと、事故ということで。てんたまさん、昔の電気製品はセーフティー機能なかったし、よく火事の原因になってましたね。ああ、そうなんだね。それでそういうセーフティー機能っていうのがつくようになったのかね。えー、窓川さん、えー火の、火事の話、びっくりです。<laughs> <laughs> びっくりだろうよく生きてるようなって感じな。あの時死んじまえばよかったなって思うんだけどな。え、北海道さん、藤子さんは義理で時効の悪さをしたことはありますよね。うん、時効の悪さ。悪さ、うんと、なんか悪いことしようと思ってしたわけじゃなくて、なんかあの、 ダメだったみたいな感じ <laughs> なんか失敗しちゃったみたいなね。そういう失敗はあると思うけど、恋に、恋になんかやらかしてやろうっていう悪さはしたことは多分ないと思うよ。えー、大輝さん、藤子さん、皆さん、こんばんは、ボンソは本日もしぶとくやっておりますよ。えー、ピヨンさん、北海道さん、 えー、夜の校舎、ガラス壊して回った。尾、えー、崎豊かより上品かも。あそうね。えっ、ー、と、盗まな、盗むのと、えっ、ー、と、そっか、盗んだだけでなんか壊したわけではないから、えー、ガラス壊して回った方のが、えー、下品かな。えー、まどかさん、そんなんです。 えー、そんなんです。自分もちょっと出してみようとしたら、えー、ぶちまけた。<laughs> そう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 。だから止まんないよね。で、勢い強いはずだよ。だから、あの火消すぐらいだからさ。なので、ちょっと出してみようじゃすまないはずだよ。<laughs> 大騒ぎになるはずだと思うんだよね。 で、やっぱりさ、あの、私の友達がさ、あの消防団に入ってんだけど、で、その消防団の訓練があるらしいんだけどね。で、まあ、話聞くだけでも結構すごいかなって思うんだけどさ、要は、あの、水の出る勢いがあの強いからさ、それに耐えられなきゃならないわけだから、それなりの体力が必要なわけよね。 でまあ多分コツも必要だと思うんだよ。体力だけじゃね、ダメだから。多分コツが必要で、そのコツをつかむための練習をね、えっ、ー、と彼らはね、してるんじゃないのかなって思うんだよね。相当な勢いで水が出るからさ。だからあの、銃を撃つのだってさ、そのね、あの撃ったことない人は。 上手に打てないみたいななんかそういうのに似てるぐらいのなんか勢いがあるんじゃないのかなって思うんだよね。えー、天玉てんたまさん、大輝さん、こんばんは。では本日も話のネタが、えー、尽きてしまったので、タロットカードタイムリーでも行きましょうかね。えー、78枚の中から1枚引きまして、 今の私たちに必要なメッセージいただこうと思いますよ。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。で、今さ、うちのガーデニングさ、あの、なんか枯れてるわけじゃないから、一応みんな葉っぱが色々とね、ええー、緑色になって、 はいるんだけど、だからといってなんか収穫できるものがあるわけでもなくっていうのかななんかシシトはあるんだけど、なんかさ、ちょろっと赤い実がさ、なんか時々できるみたいな感じで、全然緑色のさ、食べられるようなさ、あのシシトが出来上がらないわけ。で、最近なんかね、あの唐辛子、 がね、なんか生え、生えてきてるんだけどさ、緑色のやつ。なんか唐辛子ができてきたけど、でも唐辛子じゃさ、<laughs> 唐辛子じゃさ、みたいな感じなんでね、なんかおかずになるようなものが出来上がらないわけよ。 レふと考えたんだけどさ、大概今あるやつ、まあ9月、10月で収穫が終わるわけよね。で、長くても12月、ニンジンとか、あと春菊とか、あと何だっけ、芽キャベツ植えたからさ、まあそれらが収穫できたとして、なんか12月、11月、12月が収穫らしいんだよね。そうするとまあ12月で収穫終わるわよねって考えたらさ、で、早い、 来年早いそのスタートが3月あたりから、まあ、大概ねゴールデンウィーク後ぐらいからさガーデニングって始まるんだけどさ早いスタートがね3月やっぱり人参とかが3月に植えられるらしいんだけどそう考えるとさ12月から3月の3ヶ月間何も食材がねえなと思ってさねでもほらラディッシュ ラディッシュはさ、葉っぱがね、大根の葉っぱっておいしくないからさ、なんか葉っぱもおいしく食べられるようなものがいいよなと思って、12月から3月でね、植えられるもん、なんかねえかななんて思って、今日はね、ちょっと考え事してましたっていう感じ。えー、北海道さん、ピョンさん、確かに上品かもしれませんが、実はですね、 チャリンコを2台も盗まれたことがあります。あチャリンコ私もいつも盗まれてたな。<laughs> いつも盗まれてたな。だから親に怒られてたよな。なんでそんな盗まれるんだって。私だって知らんよって感じなんだけどさ。なんかいつも盗まれてたな。えー、チが当たったわ。 えー、北海道さん、ストップ、ありがとう。えー、プぷスプットスだった。あ、間違えちゃった。騙されちゃった。<laughs> プットスストップじゃないのに、ストップしちゃった。騙されちゃったな。えー、フィヨンさん、北海道さん、それ、消化器の呪い。はい、消化器の呪いです。でか、北海道さんは、あの、行いが悪いので、消化器の呪いかどうかはわかりません。<laughs> 違う呪いかもしれない。というわけで、えー、ストップしてしまいましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。 荷物がいっぱい <laughs>、いっぱい抱えてますね。えっと、いっぱい抱えてるようえー、正位置だったね。聖地だから重いよって感じがね。逆位置だとこの荷物がもう手から離れるよみたいなメッセージだったんじゃないかと思うんだけど、もういっぱいいっぱいのメッセージだな、これな。 ねえ。ケンタマさん。昔は自転車泥棒多かったなあ。今みたいにね、スマホとかパソコンとかないからね。そういうものが価値が高かったのかもしれないな。<laughs> えっと、これワンドの銃かな、えー。ワンド銃。だからほら、治安がさ、 あの、景気が悪く、景気が悪くてっていうかね、えっと、貧困化していくとさ、あの、治安が悪くなってくるからさ、だいぶ治安悪くなってきてんじゃん、日本が。で、最近ね、あの、区かなんかでも、あの、なんだ、玄関を、チェーンをかけてから開けてくださいとか、なんかそういうさ、 えっと、防犯に対してのメッセージが、なんかすごい多くなってきてで、YouTube の方もさ、全然検索してないのに、そのなんか、<coughs> 泥棒が、なんか入りやすいのはどういうのとか、なんかその泥棒さんに入られないための防犯はどうしたらいいみたいな、なんかそんな YouTube が上がってきたんだよね。で、最近なんかそれをさ、ちょこっと見て、 で、さっき今日見たのが、そのね、えっ、ー、と、なんだっけ、あ、泥棒が何盗むか、何盗むかっていうのが、まあ、あの、他の、昨日見た YouTube でだったかな、えっ、ー、と、現金、えっ、ー、と、貴金属、時計が、えっ、ー、と、狙われるよみたいな話だったんだけど、今日は、 なんか、うちは何も盗まれるものがないから別にいいわっていうので、まあ一階は鍵かけんだけど、なんか二階の窓は鍵かけないとかっていう人が、なんか結構いるらしいんだけど、泥棒はね、その二階の窓も、あの、から入るよっていう話で、でね、あの、はしごをかけてね、あの、入るわけではなくて、 なんかね、足場になるものを見つけて、で、それで入るよっていうのでね、なんかだから2回ね、鍵をかけないで、えー、出てはいけませんよとか、なんかね、そんなこと言ってて、で、その盗まれるものないから大丈夫だわって、うちは、うちは大丈夫だわって思ってる家に限って盗まれるっていうので、で、何盗まれるかって言ったら、<coughs> スマホとか、 パソコンとかなんかそういうものが盗まれるらしいんだよね。昔はそういうスマホとかパソコンはなかったから、そういうね、えー、分かりやすい、まあ、お金、お金は足がつきにくいからお金とか、頭、貴金属とか盗みやすいからっていうのでね、盗まれるってなったんだけど、パソコンとかスマホがね、圧倒的にね、盗まれるよって話で、 あそうなんだなみたいなね感じてへぇと思って結構知らないことがね多いんでなんかちょっとねあの参考になるなっていう感じだったかな、はい、では、えー、ワンド10絵柄の意味世界観10本のワンドを男性が重そうに運んでいますあなたは多くの理想や熱意を抱え込んでしまい少しプレッシャーを感じているのではないでしょうか あなたが荷物を背負いながらも達成したい目的はどのようなものですかテーマ、プレッシャー。えー、ワンドの10 <coughs>、数字の10はレベルアップを表します。レベルアップを目指すために多くの理想や熱意を抱え込んでしまい、プレッシャーがのしかかっている状態を意味します。10本のワンド。 情熱や理想、目的の象徴です。ワンドを運んでいる男性。10本のワンドを重そうに運んでいることから、自分の許容範囲を超えた理想や熱意を抱え込んでいると解釈できます。えー、赤とオレンジの服、えー。赤は自主性。オレンジは動的エネルギーを象徴する色。 男性は自らの意志でワンドを運んでいると捉えることができます。まち、理想や目的を達成するためのゴールを表します。そうなんだな、えー。物語、火のエレメントに属する理想や目的、情熱の象徴。私たちの先祖はワンドを様々な用途で使用しました。 何かをこの時に必要なエネルギーをワンドは与えてくれます。数字の10はレベルアップを表す数字。9で完了した物事は10へ進むことでさらなるレベルアップへの道を歩み始めます。えー、次のレベルへ達成するために多くの理想や情熱を抱え込み、 少しプレッシャーがかかっている状態を表すカード。あなたがプレッシャーを抱えながらも達成し、えー、成し遂げたいと感じる目的はどのようなものでしょうかワンド10と一緒に考えてみましょう。はい、考えてください。えー、今日は珍しく聖地だな。聖、え、地、ー、全体。 聖地が出た場合、あなたは今大きなプレッシャーを感じながらも自分の目的に向かって進んでいることを示唆します。理想や熱意を抱え込みすぎると、時には重荷になることがありますよね。しかし、あなたは理想を手放さずにここまで進んできたのでしょう。あなたが目指すゴールはもう視界に入っているはず。あと一踏ん張り。 歩みを止めずに進んでみてくださいね。はい。ありがとうございます。え仕事金運。仕事では責任の大きな仕事を任される機会が増えそう。大きな責任を背負うことで、あなたはプレッシャーを感じることもあるかもしれません。あなたの力を発揮できるチャンスでもあります。ぜひ責任を引き受けて仕事に挑戦してみてください。 金はああなななたがが管理しききれないと感じるるほど、大きな資産を手にする可能性がありそうやったね、えー。最初は戸惑うかもしれませんが、い,いえ、そんなことありません。えー、焦らなくても大丈夫。はい、焦りません、えー。自分やあなたの大切な人たちの目的を叶えるようなお金の使い方をゆっくりと考えてみてください。はい、フニータカレンダー作ります。はい、えっ、ー、と、人間関係。 人間関係性一。あなたは周囲から期待される場面が増える可能性があります、えー。周囲からの期待がプレッシャーになることもあるでしょう。しかし、周りの人々があなたに期待するのは、あなたの持っている力を信頼しているからこそ、周りの期待に応えられるよう、あなたに、えー、あなたなりに最善を尽くしてみましょう。はい。えーと、まとめ、まとめ。 えっとウェイトの解釈、えー。主な意味は圧迫であると解釈しています。えー、10本のワンドを両手いっぱいに抱え込んで、なんとか足を前に進めてはいるものの、これ以上持つことはできないという様子。えー、10本の大きな熱意や理想を抱え込み圧迫されている。えー、しかし、男性は圧迫されながらも諦める素振りは見せません。 えー、自主性を表す赤と動的エネルギーを表すオレンジの服を着ています。大きな熱や理想に圧倒されながらも目的へ向かう意志を燃やし続けている。私たちは自分の力量を押し量れず、手に余るほどの物事を抱え込む、えー、場合があります。プレッシャーや、えー、重荷に負けてしまい、気持ち半ばで 目的地へ向かう道が途絶えることもあるでしょう。一方で自分が心から成し遂げたいと感じる目的のためなら、プレッシャーを抱えながらも諦めずに前進できることもあるではないでしょうか。ね、自分の目的を達成するためなら、プレッシャーに負けず前進する強さも必要なのだと、ワンドジューは教えてくれてます。はい。で、<laughs> 何なのメッセージ的には。えっ、ー、と、プレッシャーを感じる機会が増えるかもね。でも、それはあなたにみんなが期待しているから、皆、えー、の衆は頑張ってくれ。皆 <laughs> の衆は頑張ってくれよっていうね、えー、カードだったんじゃないでしょうか。楽しんでいただけてたら幸いでございます。えー、どうかった。 北海道さん、小崎豊北海道さんはバイクは盗まれなかったけど、バイクも盗まれた。バイクも盗まれたし、自転車も盗まれた、えー。なぜか、メットを盗まれたこともあります。あ、メットを盗まれるよな、えー。どうせならバイク持って行けよ。ノーヘルで帰る気持ちわかりますハラハラドキドキ。あ、そうなんだよね。 えー、ぴょんさん、メッセージが撤回されました。北海道さん、ぴょんさん、笑ってしまいました。マジですかえー、てんたまさん、フニータカレンダーの予約特典は何ですかそうだな。<laughs> 予約特典何にしたら喜ばれるんだろうな。えー、ぴょんさん、昭和の、えー、刑事ドラマで張り込み中の刑事が、 人んちの消火器じゃなくて、えー、配達されてる牛乳を勝手に飲んでたけど、えー、下品だわね。<laughs> そうだね。ぴょんさん、北海道さん、マジみたいよ。てんたまさん、張り込み中に人の家の牛乳飲むのは、 松田優作くらいでしょう。あ、そうなんだね。そういうシーンがあるんだね。え北海道さん、昭和のドリフ、時々おっぱいが出てきた。あ、確かになえ。家族が固まった瞬間を覚えています。あ、そうだよね。あ、ドラマの話でしたね,ね。昔はそういうのあったよな。今は無理だろうね。その、えっ、ー、と、なんだ、バラエティで。 ねえ、あの、その、おっぱい出てきちゃうっていうな。えー、ぴょんさん、てんたまさん、坂上二郎あたりも、あたりも、見ない。じゃなかったでしょうか。えー、さかがみも、張り込みしてた <laughs> 坂上二郎が、張り込みでかの、契約をやってるっていうイメージがなかったけど、 えー、牛乳飲んじゃうのかねびっくりするだろうね <laughs> びっくりするだろうねその牛乳取ってる人はね。なんだろう空の瓶入れてくのかしら空の瓶はさすがに入れないのかしら、えー、ただ牛乳飲んでそのまま空の瓶はお家に持って帰るのかなじゃああんまりばれないかななんかあれ、気のせいかな今日、今週、えー、2本頼んだつもりが1本しかないわ。 なんか一本しか頼まなかったのかしらみたいになんかあのバレないのかな <laughs> どうなんだろうねそうだから嫁やってる時にさなんか牛乳をね頼んでる家だったんだよねで1リットルぐらい900ミリリットルだったかなだから大きい瓶っていうのかな大きい1リットルぐらい入る大きい瓶でまあ中は900ミリだったかなでそれをね どんくらいのペースで頼んでたのかね。なんかいつも残ってたんだよね。いつも誰も飲まなくて、なんか余ってて。で、いつも牛乳寒天にして、なんかお母さんが食べてたなっていうイメージがあるんだけどさ。なんか私もさ、あの、頑張ってね、あの、料理、 にさ、いろいろ使うんだけど、ベシャメルソース作ってみたりとかさ、なんかカレーに入れてみたりとかさ、まあいろいろするんだけど、にしたってね、もうすぐに、すぐになんか補充されちゃうんでさ、全然追っつかないんでさ、もういい加減嫌になって、ほっといたらお母さんがね、自分で牛乳寒天作って毎日食ってたみたいな。<laughs> <laughs> 感じで。ただ、それもさすがになんかね、いつもいつもじゃ、自分しか食べないんで、なんか飽きるみたいでね。なんか、そんな牛乳の、えっ、ー、と、思い出っていうのかな。でさ、あの、牛乳配達のさ、箱があるじゃん。そこに牛乳入れられてんだよね。で、それをさ、あの、取り出すのすっかり忘れて、で、ね、あの、取り出そうと思ったら、えー、違う。なんか、 空の瓶をそこに入れるのかなで、回収してもらって新しいのと入れ替えるのかななんか忘れちゃったけど、あんまり詳しいことは。とにかくなんかね、前のがあって、で、あーあ、の、取ってなかったみたいなことがまあよくあるみたいでさ。なんかあの、牛乳取るのって、なんか <laughs>、なんか意味あんのみたいなね。 えー、メリットあるのみたいなね、えー、感じだったなっていうね、えー、お話でございました。えー、てなわけで、本日も竹菜ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。 で明日は例の吉祥寺の、えー、ナイトサファリの日なので、多分帰り遅くなると思うんでね。 あの吉祥寺トーインさ。だから明日はおそらく休むと思いますので、えー、また明後日っていう感じでございますかね。えー、っと、楽しみに待っていただけてたら幸いでございます。で、私の人生の目的は私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押して、 スパチャを投げといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。あとご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫、えーね、の姿が物足りなかったよーって方はこのチャンネルには猫、ね、の動画がいっぱいありますのでそちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。 なわけで本日もお付き合いありがとうございました次回も見てくれるかなはーいかわいいな <laughs> いともじゃんけんぽいはいではではいい夢見てねおやすみなさいバイなら